俺はこの町に引っ越してきてから久しぶりにクラブチェーンライブハウスみたいなとこへ、久しぶりって言ってももう三十何年、ああいうDJ プレイもの人を楽しんだりとか、ライブハウスとしてライブっていうか生バンドも出たりとかするような箱に行ったんだけど、この町にシェルっていう CELL っていう CELL ライブハウスがあって、一回だけ行った、いいとこでした。バーテンダーさんたちの髪型がみんなマペットヘアじゃない、モペットヘア、マペットヘアだっけな、なんて言うんだっけな、その箱ではかからないようなヘビーメタル系の髪型だの人がバーテンダー、その時のバーテンダーさんたちはみんなヘビーメタルっぽい髪型をしてて、あれかかってる音楽と違うような髪型の人たちがバーテンダーさんなんだろう。別にそれにはあんま深く考えなかったけど、いいライブハウスでした。理由はあるのかもしれない、あるのかないのか、ただ流行ってるのかわかんないけど。で、シェルの話、俺は別にそのライブハウスじゃないシェルにずっといたんだよね。ずっといたっていうか、いることが多かったね。メンタルの病院によく閉じ込められてたから、シェルってわかるの？刑務所とかさ、そういうホロコーストみたいなところ、毒ボコがあったりとか、部屋に閉じ込められて集団生活するところ、メンタルの病院、メンタルの病院って皆さんのメンタルの健康を気遣ってんじゃないのって思われるかもしれないけど、実は日本の精神衛生法っていうのが昭和二十何年頃に制定されてて、法律で昭和二十何年に制定されてて、その法律によれば、メンタルの病気の認定を受けた人たちは、その人たちを、その人たちの安全を守るために、閉じ込めて独房にぶち込んで、隔離したりとか、いろいろ行動を制限しなければ、する、第三者に行動を制限されるという法律が何十年も前に戦後すぐにできて全然改正されてないのね。だから新しいメンタルの治療法とか、別にこの人危険じゃないけどちょっと都合が悪いから閉じ込めとこうかっていう人はその法律にのっとってぶち込んで隔離できる法律があるんだ。だからそういうところにずっとぶち込まれてて、まあ俺おばちゃんが好きっていうのは有名な話だけど、そういうシェルにいるようなタイプの女の子も好きで、まあ俺子供の頃は普通よりももっと残酷な子供っていうか、子供の時って子供が残酷とは言わないんだけど、俺は残酷な子供のタイプだったから、自分より障害のある友達とか同級生とか
かは、まあ身体的に弱かったりとかメンタル的に弱いから、うん、そういうやつをいじめていいんだっていう間違った考えを持ってたんだけど、まあそういうところに入れられて、まあそれはそれで その考えが間違いだったっていうか、そんな考えを持つことは不健康な状態なんだったんだっていうことを強制されるためには、まあ、シェルに入った方が良かったんだろうなと思って思ったっていうか、まあそうだね、まあ残酷だから、その素直っていう言い方は間違いだとは思うんだけど、まあ正直に弱いもの、自分の、 あの立場が悪いことを理由に、あの弱いやつをいじめていいんだとか、まあ自分のフラストレーションを弱いものにぶつけていいんだっていう考えが子供の頃、幼い頃にはあったんで、それだと それをやるっていうのは悪いことだよね、そう間違った考えだったっていう子供だと、だからシェルに入れられると、まあ身体的にも障害があったりとか、メンタルにも障害がある友達が多かったんで、まあそこら辺の人、そういう人たちと一緒に生活しているうちに、まあそういう人たちと仲良くなると必然的に一緒に暮らしてるんだけど、それでまあそういう、まあいろんなハンデキャップを持ったような友達が増えた、まあ そういう人たちと生活する時間の方が長かったんだよね、今までの人生の中でね、30年以上だから、あの 50代じゃん、55だから、まあ、人生の半分以上はもうそういう人たちと暮らしたんだ。だからまあそういうタイプの女の子も好きだよね、おばちゃんも好きだけどね、だからまあルックスがファッションモデルやアイドルみたいな、アイドルというかタレントさんみたいにものすごく優れていないようなタイプの人たちだとしても、まあ同じ人間だという同じ人間だし、むしろそっちの方が愛情が持てるようになった、だからあんまりそういうなんていうの、テレビの芸能人とかアイドルとか、ファッションモデルとか、そういう整った顔つきで整ったスタイルの人たちがだというのがキラキラした存在だとは全然思わなくなったし、逆にそういう人たち嘘っぽいなって言っては本当に失礼かもしれないんですけど、まあそういう人たちも、まあ、綺麗だなと思うところもあるし、ずっと一緒に生活してた人たちに対する感情も含めて、まあ、全体的なことで、まあ、自分の慣れして死んだ人たちの方がやっぱり愛せる存在になってくるから、まあキラキラした存在というのはそういう、芸能人とかの方、芸能人がキラキラしてるなんて全く思わないで、ね、テレビでお化粧が上手にできる人たちが全キラキラしてるとは思わないし、まあたまたまキラキラしたルックスに生まれた人たちに対しては失礼かもしれないんですけど、キラキラそういうチヤホヤ されなくても、チヤホヤされなくてもキラキラした存在の人は、チヤホヤされるようなルックスをしてなくてもキラキラした存在っていうのは俺にとっては別のところにあったりもするんで、だからそう、派手にお化粧が上手にできる人がキラキラしてるとは思う。まあ、お化粧が悪いっていうわけじゃないし、お化粧ある程度必要だろうけど、
それで俺音楽好きだから音楽の話が多いけど、それって聴覚障害者の人に対してものすごく失礼な行動じゃないのって言われるかもしれないよね。だけど最近テクノロジーの発展で骨伝導イヤホンっていうのができたのが、骨伝導イヤホンっていうのが、骨伝導補聴器っていうのが、その人それだと聴覚神経がなくても骨伝導で音楽や言葉音が感知できるようなテクノロジーの発展があって、まあいきなりその聴覚に障害がある人がその補聴器をつけた場合は脳がびっくりしちゃうんで徐々に慣らしていかなきゃいけないんだけど、さ1日1時間とか、まあ、ある程度時間を決めて、ね、分かんないけどあんまり詳しくないんだけど一回そういう YouTube を見ました。だから聴覚に障害がある人でも今の時代音楽ぐらいならまだ楽しめる、全く俺たちと同じように聞こえてるかだいぶ再現聞こえてるんじゃないかっていう研究がなされてんだけど、まあ音楽ってすごく興味深いし感情的にも楽しいもんだから、それを楽しめる時代になったのは良かったと思うし、まあ昔から聾学校の人たちっていうのは唇を通して人が言ってることを聴覚が不自由でも聞けたんで理解できてたんでコミュニケーション可能な人はたくさんいたわけで、別にまあ手話って大切なんだけど手話を使わなくても十分な世の中になりつつあるとか、まあ手話が悪いとは言わないけどね、まあ手話は各国共通ではなくてその国によって手話の形態が違うからまあ日本語英語とかそういうもんと一緒だから、まあエスペラント語ではないんだ、まあ世界共通の手話があるんならいいんだとは思うんだけど、だから日本語の手話を海外の人にやったところでそれは単にデタラメなダンスにしか見えないって言っちゃは失礼かもしれないけど、その言葉が海外の聴覚障害者の人に日本人の手話で理解できる人は少ないんで、シェルの話ね、そういうメンタルの障害者を隔離したりとか行動制限していいっていう、まあそれはメンタルの障害者を守るためっていう名目上なんだけど全然そんなことなくて、そういう目に遭ってる俺たちの仲間はものすごく辛い思いしてる、ホロコーストだから、ホロコーストって言い切っちゃうね、はっきりね、ホロコーストなんだよ、ホロコーストにいるんだよまだな、まあその殺される恐怖もあるよもちろんね、薬物で、それとか拘束監禁でな、縛られたりとかな、そういうこともあるし、メンタルの、ね、治療ってそんなに遅れてんのって思うんだけど、まあそういうことにしとけばだいぶ都合がいいじゃん、支配者にとってはさ、そういうことなんだよ。でまあシェルっていうのはまあおしゃれなちょっとやんちゃな若者が集まる楽しそうな箱でしたよ、クラブでしたよ、クラブっていうかまあライブハウス系のクラブだったと思いました。若い女の子もいたんだけど、まあ若い女の子、まあこんなおじさん相手にしてくれるかどうかわかんないんだけどと思ってなかなか声かけづらかったんで、同世代のおばちゃんって言って失礼かもしれないけど、まあ同世代の女の子と楽しく飲んでよかったなと思ってます。まあ若い女の子や男の子の
か上着の格好、コートの格好は、まあ、ノースフェイスが、まあ、最近流行りじゃん。ノースフェイスってかっこいいよね。デザインがね、あのデザインすごくおしゃれだと思います、ね、あのまあ値段的にはこのパタゴニアと同じぐらいの値段なんだけど、あのノースフェイス俺欲しいんだよね、正直な話、正直なんだけど、正直に言うとそうなんだけど、まあノースフェイス高いからまあいつかな、いつかな、ものすごくお金に余裕がある時でなんだよね、どうしても奮発して買わなきゃいけないって言うとこっちになっちゃったっていう、うん、そんな感じ。まあダウンジャケットに関して言えば、あのダウンか、まあダウンってつるむとかな、そういうのはあるじゃん、あのダウン羽毛じゃない、ダウンってつるむとか、あの仲良くするとか、そういうのがあるみたいな、あの落ち込むっていうだけじゃない、だから一緒につるもうぜっていうか、まあ病院で I wanna be down っていうあのブランディの曲あるじゃん、あれっていうのはあなたと一緒に病気になっても構わない、まあ辞める時も幸せになる時もっていう時も健やかなる時もっていう意味で、あのあなたと一緒に病気の時も一緒に過ごしたいっていう意味でダウンっていう言葉を英語では使うんだけど、あんたとつるむぜっていうな、あんたらとつるむぜっていう時にダウンっていう言葉を英語で使うから、ダウンジャケットあったかくていいよなとか思うんだけど、あの俺焚き火好きだから、ボンファイヤーから焚き火好きだから、焚き火の火がさ燃え移った時にダウンジャケットだとピタッとくっついて焼けてプリプリってことになるやん、あれがな、あれがなっていうか、まあ焚き火にダウンジャケットはちょっとなかなか向かないなと思ったんで、俺はこの朝のズタ袋の素材のこういう防寒着を買っちゃったんだけど、まあ朝っていうかね、ヘンプのね、ヘンプ素材のね、うん、これだとあのちょっとの焚き火でももうボッと燃えないから、うん、ダウンジャケットもかっこいいんだよね、うん、欲しい欲しいけど、まあダウンジャケット、まああんまりおしゃれ番長じゃないからおしゃれ番長、おしゃれ番長ではないんで、本当にあのダウンジャケットの管理っていうかあんまり大事に扱わねえかもなっていう、アウトドア製品みたいにあの野外で寝転がるようなぐらい、まあいいかなと思って、まあノースフェイス、あの会社名のネーミングいいよね、ノースフェイスあの K をつけたらね、ちょっとした顔役とは口が聞けるよっていう意味だから、ね、顔役知ってるよっていう意味でなそうだろ、それとかあのフェイスって他の意味もあって、信仰とかさ心情とかいう意味で、あんたの信仰知ってるよ、あんたの心情よく分かってるよっていう意味でノースフェイス着てんだろうなと勝手に思ってんだけど、そんなこと考えてなかったと思う、ノースフェイスのダウンジャケットを着てる人もいるかもしれないけど、まあ、ノースフェイス俺結構デザイン的におしゃれだから、まあ好きなんだ好きなこんなおじさんがノースフェイス好きなのっていうあれですけど、まあちょっとかっこいいなとは思ってるんだけど、まあ俺はあんまりあのズボラな性格であのいつもゴロゴロしてるんで、ノースフェイス大事に扱わないかもしれないなと思って、よっぽどあの経済的に余裕がないとノースフェイスは奮発して買えないなって買えないなっていうか、ノースフェイスをバカにしてるつもりじゃなくて本当に欲しいんで、かっこいいよね、欲しいし、あのそのシェル、シェル CELL だ、だからそういうホロコースト的なところにいたので、そういうところにいる女の子大好き、大好きっていうか、まあそういうルックスも含めて好き、あの
全然あの芸能人に比べてハンディキャップがあるんじゃないのっていう、ルックスした女の子の方が俺にとってキラキラしてた。